まあ、ぐるっと見てみましょうか。エンジン本体は本当にちょうど中心部にありますね。キーデフホーシングですね。トルクがあっていい印象を受けます。はい、皆さんこんにちは、高幸です。お久しぶりでございます。今日はですね、ちょっと珍しい車を紹介したいなと思いまして、こちらスズキエブリーですね。エブリーといえば、まあ、スバルサンバーのね、ライバル車にあたるんですけども、まあ、私もともとスバルにね、勤務してたこともあって、根っからのサンバーファンなんですよね。で、まあ、スバル一級整備士をですね、資格を持ってるんですけども、まあ、軽トラとか軽の箱番といえばサンバーでしょう。もうこういうね、軽の車見るとも、もうどんな車でもサンバーって言っちゃうぐらいサンバー好きなんですけど、まあ、サンバーのいいところはね、エンジンが4気筒で、4輪独立サスペンション、そういう軽ってね今ないんだよね。うん、こういう今の軽自動車ってほとんどが3気筒で、4気筒の車ってほとんどないんですよね。そして4輪独立、まあ、前輪は独立してる車多いんだけども、後軸後輪をですね、まあ、一つの軸で、左右独立してないという車がほとんどの中で、まあ、他のね、メーカーさんのこのスズキのエブリーっていうのも、まあ、サンバーがね、なくなってしまった後はね、まあ、ダイハツハイゼットとかこのスズキのエブリーがですね、主軸となって、まあ、こういった商用車を支えているということですね。で、今日はね、このエブリーが新車なんで、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。ですね、この車、まあ、キャリアがね、まあ、装着されているレンタカーになるんですけども、まあ、ぐるっと見てみましょうか。まあ、商用車なんでね、鉄筋ホイールですね。で、こうサンバーと比べるとタイヤがこう前方にあるんですよね。なので足元のね、アクセルペダルの位置とかが、まあ、ちょっとサンバーは運転席座席の真下にあったんで、こういう形の車ってアクセルペダルとかブレーキの操作のちょっと妨げになるっていう風な、まあ、スバリストとしては心配があるわけですね。そういったところもね、見ていきたいと思います。はい、まあ、箱の大きさとしてはね、サンバーに負けてない、まあ、下手したらサンバーより広いんじゃないかなという思うような外観をしております。デザインはもう本当にシンプルで、うん、悪くないですね。問題の足元なんですけども、まあ、ここのね、パネルがですね、まあ、タイヤハウスになるんで、どうしてもそのスバルサンバーと比べるとアクセルペダルがですね、真ん中の方に寄ってるんですね。で、これがまあずっとスバルを乗られてた方はなかなか慣れないと。でもまあスバルに乗ったことがない方にとってはすぐ乗り慣れてしまうような構造配置になってますね。シートはですね、やはりクッション性はしっかりあって、このビニール表皮なのがちょっとね厚いけども、ホールド性としてはないけども、まあ軽の番こんなもんなんでしょうね。シートを起こした場合ね、ガッチャンとやってガッチャンとやるとこんな感じね。うん、足元も広いしそんな悪くないですね。はい、今ね座ってみてるんですけども、まあ軽の番なんで背もたれが直角なのは当然なんですよ。はい、トランク開けてみましょう。わお、うん、こう見るとねサンバーと変わらないですね。まあサンバーだったらね、ここの下にエンジンのね、フード蓋があってエンジンルームが見えたんですけど、この車は、前ですね、運転席助手席シートの下にエンジンがあるということでございます。まあ、内装を見てもサンバーには引けを取ってないですね。正直ね、結構ルーフの内装が結構ギリギリまでこうね、カバーされてるなというのは感じます。
はい、室内なんですけども、でまあこちらね、最低限の AM/FM ラジオがついてて、AGS というオートマなんですね。なんでこちらプラスマイナスのね、シフトが、ついてて、一応5速ということになります。マニュアル車ベースのねオートマチックですね。 5AGS と言います。エアコンパネルもシンプルと。じゃあエンジンかけてみます。はい、走行距離8キロ。もう本当に至ってシンプルなメーター、タコメーターもなし、車速スピードメーターは140キロまで、こちらのね、下のモニターに、こちらのレバーのポジション表示が出るというシンプル構造ですね。今あのセカンド発進ボタンが押してあったんですね。うん、セカンド発進もできるスイッチがこちらの方に用意されております。はい、サスペンション見てみましょう。前輪はストラット式でね、まあ、しっかりしたものがついていそうですね。で、後ろのサスペンションは、はい、こんな感じで大きいデフ、ホーシングですね。サンバーはドライブシャフトだったんですけど、この車はね、ホーシングタイプ。ホーシングのいいところは、強度がね、ありますね。で、ドライブシャフトブーツが切れる心配がないというのがメリット。で、やっぱりね、サンバーの四輪独立と違って、このセンターの一本通っているフレームの上にですね、スプリングがあって、左右にショックアブソーバーを持っているので、左右のロールにはちょっと弱いということがあります。こんなところにスペアタイヤがありますね。うん、こちらは事故でね、ツイートされた時はこのスペアタイヤ押されちゃいますね。まあ、それはやむを得ないかと思います。で、こちら、結構太いね、ラテラルリンクが通っております。まあ、強度としてはね、かなりごっつい作りをしているんで、安心かなという印象ですね。はい、そして、前回りを見てみましょう。フロントドライブシャフトがついていないので、この車は後輪駆動だったということが初めて分かりました。四駆ではありません。ピカピカですね。アンダーカバーもしっかりついてるし、決してチャチな作りではないですね、この車。ボンネットの中には何があるのかな。ラジエーター、サブタンク、ブレーキオイル、ウォッシャー液、ラジエーターがあります。はい、問題のね、エンジンルームね。エアクリーナーがここにあって、エンジン本体は本当にちょうど中心部にありますね。オルタネーターとね、スロットルボディが見えてます。こちらね、ベルトが、カバーがついてるんだよね、この車ね、ベルトにね。まあ、砂とかね、何か飛び込んでこないような対策なんでしょうけど、整備性としてはね、ちょっと邪魔くさいというのがあります。エブリーのね、AGS とね、3気筒のエンジンがどんな組み合わせで、どんな、雰囲気を出しているのかっていうのをね、ちょっと走ってみてみたいと思います。 AGS はね、マニュアルをベースにしたオートマチックなんで、普通にアクセルを踏み続けているとこうちょっとね、こういう感じが変速ショックの時にあるんで、変速の時にアクセルペダルをちょっと抜いてあげるとね、スムーズな加速ができるんですけども、まあ、サンバーに比べるとかなり、サンバーの終わりの頃って3速オートマだったんで、それと比べるとね、 5AGS ってすごいですよ。車速を出してもエンジンがうならないですから、やっぱりギア比がね、高速道路でもちゃんと走れるように設計されている、うん、この AGS の独特の癖さえ慣れれば、3気筒でも逆にトルクがあっていい印象を受けます。エンジンがですね、ちょっと運転席座席の下にあるので、サンバーよりうるさいのはもちろんデメリットとしてはあります。サスペンションのロールはどうかな。もう意外と踏ん張ってくれるサスペンションですね。うん、四輪独立じゃなくてもそんなに違和感ないですね。山でも攻めない限りは問題ないのかもしれない。いかがでしたか、エブリーバン。うん、まあ根っからのスバリスト、サンバー好きとしてはですね、
ちょっとまだいまいち愛着は湧かないんですけども、車の性能としては、まあ、恐ろしくいいんでしょうね。うん。で、まあ、ちょっと、私、整備側の意見としては、長い間見てると、この3気筒のエンジンですね、エンジンのその、オイル管理をしっかりしておかないと、メタルから音が出たりっていうような、車をよく見かけます。なので、オイル管理だけしっかりして、高速道路ね、特に多い車は、早めの3000キロ、4000キロのオイル交換が必要かなと思います。5AGS に関しましてはですね、一時、その AGS のベアリングのね、リコールが結構多数出てましたけども、まあそういったリコールを出してくれるということはですね、まあ改善して、メーカーの方でくれてるということなんで、まあ非常にいい車かなと思いました。うん。まあサンバーがね、亡き今、商用車のですね、まあ頑張ってる車としては、エブリィハイゼット。まあどちらかというとエブリィの方が売れてるんでしょう。これからね、商用車を支えていく車、ぜひね、この運送業界をですね、まあ、担って頑張っていただきたいと思います。ではね、本日珍しい車エブリィをご紹介させていただきました。ではまた。